塩止め橋は埼玉県野潮潮技大瀬の中川に架かる埼玉県道54号松戸草加線の道路橋である。本港では塩止め橋の前身である藤橋についても扱う。塩止め橋、中川の川口から 19.1km の地点に位置し、埼玉県内では中川に架かる再下流の橋である。明治年間の藤橋に変わり、 大正年間に開作された中川の新流路に新たに架けられた橋である。かつての中川は、八シ市と三里市の市境に沿って流れ、大場川の高門橋付近より、下流川も中川の一部だった。流路跡上に、八シ市と三里市の市境を成している。橋町は135.5メートル、福院は6.5メートル、島町は15.1メートルの旧景観の、 単純後半桁橋の永久橋である。京成バスや東部バスセントラルの走行経路に指定され、橋の両爪め付近に潮止め橋北南停留所が設置されている。橋の名前の由来は潮止村から。その潮止めとは、東京湾からの海水が潮の看板によって、この付近まで遡上することにちなむ。なお、中川は昭和20年頃までは、 がけいなんの故障であり、それより北を琴音川と称していた。とが崎の私は、埼玉郡大瀬村と葛飾郡とが崎村を結び、川幅八十軒余りを渡る一船馬船各二層を有する間接の都線であった。都線はいつから開設されていたか定かではないが、南北長期に当地に川関が置かれていたことから、その頃までには存在したとされる。線には、 中世より存在した柏が併設されていた。この都線上は藤橋の仮設により廃止された。北埼玉郡大瀬村と北葛飾郡戸ヶ崎村の境を流れる中川の旧流路上存在した離道である水戸脇王館の戸ヶ崎の私の場所に藤橋が架けられていた。八百八十年六月十三日、戸ヶ崎村の加藤緑系や小江門神殿の 日比谷明により、木造橋の架橋の許可を、出願。1881年1月17日、内務橋より架橋の許可が下り、紙費を投じて9月3日に着工し、1882年12月25日に、竣工され、仮設者の人名である加藤家と佐藤家の、当の字にちなんで、藤橋と名付けられた。架橋に用した費用は2000円であった。 橋の長さは33.3尺、福音は1件13尺の目標であった。この橋は、架橋にかかった費用を29か年かけて、焼却するため、通行量を徴収する、鎮仙橋であった。通行量は、徒歩1人、人力車1両、大7以上の荷車1両は、角5輪、牛、馬は1匹8輪、馬車、銀車は1線であった。 1887年に橋が、戸ヶ崎村の加藤健康と、南川崎村の佐藤関心に譲渡された。1920年4月1日に、県道路線、吉川新宿線と認定され、橋は埼玉県に移管された。この橋は明治43年の大水害が契機となり、中川の河川改修が1920年より着手され、打口部をショートカットする。 直線的な、早水路が1925年に改作されたことにより廃止された。1930年に塩止め橋が目標として開通し、幾度も補修工事を繰り返し、その後重量制限を課しながら扱い続けた。現在の橋は1955年10月より着工され、2750万円の工費をかけて1956年7月に竣工され、 同年11月3日に開通された。開通の際には、開通式や祝賀会が挙行された。橋の完成当初は、右岸側は定時路であった。また橋の完成当初は、歩道がなかったため、後に橋の両側を拡幅して歩道が設置されている。上流側に、同線のバイパスの橋である新中川橋が2010年11月28日に開通したことにより、 橋の慢性的な渋滞が緩和された。橋の左岸側及び右岸側の上流側は住宅地、下流側は工業地域である。大気が済んだ時には橋からは富士山を望むことができる。ありがとうございます。